こんにちは、よろしくお願いいたします。では今回もですね、ちょっと、アートをですねやっていきたいと思います。ですね、まあリキッド、カラーリキッドですね、グレースの方から新しい商品が出ております。カラーリキッドですね。でこちらのアートをしつつ、さらにですね、今話題のといいますか、すごい流行っている人気の宝石ネイルですかね、宝石カットネイルっていうのも、まあ、ちょっとお伝えさせていただこうかなと思います。まあ、宝石カットネイルっていうのはもう表面が宝石のカットのようになっているっていうことなんですけれども、それはトップのアートなので、ベースですね、ベースといいますか、カラーとかっていうのはまあ自由なので、そこでちょっとまあカラーリキッドを使ってアートをした上に宝石カットをしていこうかなと思います。はい、ということで、もう準備としまして、こちらですね、エンジェルホワイト、これベース何色でもいいです。普通に白でもいいですし、ちょっと透け感欲しかったらシアーホワイト、ミルキーホワイトとかでもいいですし、まあ、アイスホワイトでも、アイボリーでも何でもいいんですけれども、なんとなく、エンジェルホワイトになりました。ちょっとピンク味のある白ですね、真っ白ではなくピンク味のある白です。こちら2度塗りしています。で、マットトップしています。つや消しですね、マットトップ。はい、マットトップコーティングをして、硬化し終わった状態になってますので、こちら拭き取りますね。まあ、なんか、このカラーリキッドをするにあたり、まあ、やり方いろいろあるんですけれども、今回のアートは、拭き取っちゃいます。はい、で今からカラーリキッドを使ってアートしていきますね。でパレットご用意してください。まあ、こちら今ちょっと載ってますけれども、カラーリキッドここにパレットに取るんですけれども、なんだろう、このままの状態よりも一回乾かしてしまって、っていうのもおかしいんですが、乾いてしまってる状態から、こちらですね、こちらに入って脱片ディッシュに今リムーバーです。グレースジェルのリムーバー、グレースジェルさんから液体系はですね、このリムーバーとクリーナーが出ています。クリーナーはちょっとできないので、できないというか綺麗にならないので、リムーバーです。こっちはオフする時のものですね。リムーバーを使っていきます。これをダッピンディッシュに入れています。はい、で今ここ取ってますね。なんですか、まあちょっと足しときましょうかね。ピンクとか、これは好きなお色で何色でもいいです。一色でも全然 OK です。とりあえず私はなんとなく3色出してますけれども、一色でも全然大丈夫です。はい、ではやっていきますね。で、キッチンペーパーですね、しっかり用意していただいて、でブラシですね、まあ、お好きなものでいいんですけど、私はこのリーフブラシおすすめしています。リーフブラシ、これでやっていきますね。はい、でこちらリムーバーですね、ちょっとリムーバー含ませます、筆に。そしてこのリキッドをちょっと溶かしながらですね、取りまして、もう、はい、いっちゃいます。適当です、これ本当に適当に、こんな感じ、本当に適当です。もうそれだけで、この一色だけでもいい感じに模様ができるので、一色で濃淡でこうやって重ねていってやってもらってもいいです。はい、じゃあ次ブルー取ります。本当に適当です。何にも考えずにやってます。無心でやってます。こんな感じでですね、これもまた適当に、こうじわーっとなんかこう馴染んでくるというか、滲んでいってくれますし、色が混ざり合ってまたなんかいい感じに、好きなようにのせていってください。まあ、お好きな感じになるまで適当にやりました。こんな感じです。
で、まあ、すぐにスーッと乾いていきますので、まあ、そんなに乾かす時間っていうのは意識しなくてもスッと乾いていきますね。はい。で、一旦コーティングします。まあ、この後、ダイヤモンドカット、ダイヤモンドカットじゃない、すみません、宝石カットですね。この面を作るのにトップに使うのはスカルプチュアジェルです。で、今ちょっと一旦薄くコーティングします。保護するためにこのカラーリキッドでやったアートなので、まあ、スカルプチュアでもいいですし、クリアジェルでもいいです。どちらでも結構です。私は、こちらスカルプチュアジェルを後ほどどうもまた使いますのでね、一旦ここで全体的に塗布します。全然薄くでいいです。そんなに厚みは気にせず全体に塗布して、こちらで硬化していきますね。はい、で硬化しました。でですね、ここでフィルムですね、転写フィルム使います。クリアのオーロラですね。これ何番、10番とかそんなんですかね。クリアのオーロラを転写します。別もちろんなくてもいいです。なんとなく宝石感出すのにね、ちょっとキラッと感が欲しいなと思ったので、これをちょっと適当にランダムにこんな感じでちょっとだけキラッとさせますね。はい。でもちろんこれで終わっ、言ったらフィルム貼らずにコーティングしちゃってカラーリキッドだけで、アートとしていただいてももちろん成り立ちますし、今フィルム貼りました、これでもうコーティングして終わりでも成り立ちますし、今からちょっとまた宝石カットですねのトップをする前にちょっとこちら、ジェットブラックとジェリーブラックがあります。これでちょっとなんだろう、ぼやっとぼやかしながら囲もうかなと思います。これはやってもやらなくてもどちらでもいいですよ。で、まあ、私は使うのはこのアートブラシですね。でまずこのジェリーブラック、ジェリーブラックっていうのはクリアブラックですね、シアーブラックになります。なので透けるようなそんなに濃いブラックではないので、ちょっとぼやかしやすいかなと思います。まあ、こんな感じでちょっとぼかしながら囲みまして、でもちろんこれで OK なら OK なんですけど、もうちょっと輪郭暗くというか引き締めたいなっていう感じなので、でそこで、こちらですね、ジェットブラックをこのまんまちょっと囲もうかなと。これでね、結構囲んだことによって輪郭がはっきりしてちょっと引き締まるかなっていう感じですね。はい。で
で、こんな感じで硬化しますね。はい、こんな感じで結構引き締まります。雰囲気が変わりますよね。あの囲ってないパターンも可愛いですし、囲っていただいたらちょっと雰囲気が出る、引き締まる感じでかっこよくなります。で、これでこのままコーティングして押し上げしていただいても、もうこれはアートとしても成り立ちます。デザインとして成り立ちますので、こんな感じで終わらせていただいても OK です。はい、でここからですね、宝石ネイル、宝石カットネイルをしていきたいと思います。でここで使いますのがこちらプラー板。今やもう100均では必ずあると思いますので、まあ、こういうプラ板を使っていきたいと思います。まあ、今回はプラ板使いますけれども、なんだろう、クリアファイルとかああいうのでも代用できると思います。ただあまりペラペラの柔らかすぎると、あのピシッとしたツヤっとした面が出ない場合があるので、あまり柔らかすぎないもの、しっかりしたもの、素材のものを使ってください。あと表面が本当にツヤっとしてるもの、クリアファイルであったとしてもツヤっとしてるものを使ってください。あのたまに、すりガラスのような感じの、透明なんだけどちょっとすりガラスみたいな感じのものもあるので、そういったものは、これから宝石カットネイルするのに型として使ってもちょっとツヤが出なくなってしまいますので、素材自体もツヤっとツルっとしてるものを使ってください。はい、では今回はプラ板ですね。先ほどのプラ板を使っていきます。こちらご用意してます。だいたい爪の大きさより大きめ、一回り大きめの大きさで、カットしておきます。はい、で、油性ペンですね。油性ペン出してきまして、まあ、これ私のやり方ですので、あの正しいやり方っていうのはちゃんと先生に、習ってくださいね。はい、これは私のやり方です。この、まあ、チップのサイズ、チップというか爪のサイズですね。爪のサイズにこうより一回り大きめのサイズで切ったものを、まあ、ちょっと爪にかざします。でこの上に、まあ、お爪いっぱいにといいますか、だいたい爪がに入るひし形ですねを想像しまして、その角角角にちょっとポイントをつけていきますね。だいたいこれぐらいのひし形を作りたいというのを、大まかで目分量ですね。もしかしたらちゃんと習えばしっかり何センチ何センチっていうふうに測るかもしれないんですけど、ちょっと私大雑把なので、点こんな感じですね。はい、できました。でこれちょっと線をつなげていくんですけれども、あのもちろんこれでもいいんですけど、細い方もありますけど、それでも私はちょっと太いなと思いますので、あとあとカットしにくいなと思うので、もう普通にボールペン使います。で定規でこの線をつなげていきます。でつなげるんですけど、点から点だけじゃなくて、もう突っ切ってくださいね。線は突っ切っちゃいます。はい、こんな感じで、こんな感じですね。はい、でこっち、この感じです。まあ、あの本当に大雑把だから、ちゃんとした綺麗なひし形かっていうとそうじゃないかもしれないですけれども、ある程度こんな感じで、でこの、まあ、この上ですね、上邪魔なので、この点点ありますよね、ここでもうチョキンと切っちゃいますね、いらない部分。はい、切っちゃいました。でこっから、これに平行にここをカットします。ここに平行にここをカットします。ここに平行にここをカットします。全部このなんだろう、このひし形の一回り大きいぐらいでカットしちゃいます。これも目分量ですね、適当です。あの怖い場合は
しっかり線を引いていただいたらいいかと思いますが、ちょっと適当にですね、だいたい平行だろうなっていうところでパチンと切っちゃいますね。こんな感じです、はい、でここからまたカットしていくんですけれども、まあ、当然この真ん中ひし形作りました。このひし形必要です。でこの横のひし形、このちっちゃいここですね、これとこれがいりません。であとのこの4ついりますので、合計5つですね、5つ必要になります。でそれを切り分けていきます。こんな感じです。この5つのパーツが5つのパーツが必要です。ではやっていきますね。で先ほども出してきましたこのスカルプチュアですね、なぜかと言いますと、まあ、クリアジェルでもトップコーティングにもなりますが、クリアジェルの方がちょっとテクスチャーが柔らかいので、スカルプチュアの方が硬いので、スカルプチュアを使っていきます。なんで硬い方がいいかっていうと、まあ、これを固める前にトップコーティングし、今からコーティングしてこれをこう貼り合わせていくんですけれども、柔らかいとこのパーツ、貼り合わせたパーツが流れていってしまいますので、固めの方が、やりやすいっていうことですね。はい、じゃあちょっと全体に塗っていきます。で、たっぷりめにちょっと多めに塗ってください。ちょっと多めに塗りましたね。ではパーツを貼り合わせていきます。まずじゃあ真ん中にこのひし形をポンと乗せますね。あんまり押さえつけないでくださいね。押さえつけたらブニュッとなって横からモリって出てきたりとか、ちょっとへこんでしまったりするので、軽くポンと置いていただいて、これをまたパーツをですね乗せて組み合わせていきます。このプレートが全面にしっかり貼り合わさるようにですね、形を整えてずれてないか、はい、でこのまんまライトを入れて硬化していきます。はい、こんな感じで硬化しました。で今まださっき貼り付けたプラ板ですね、ついたまんまですので、拭き取りますね。拭き取りながら取っていきます。これで爪で剥がれればいいんですけど、剥がれないと、まあ、ピンセットですね使っていただいてめくっていきます。
ね、埋もれちゃうと剥がしにくい場合がありますので、 あまり押し付けないようにしてくださいね。よいしょ。宝石のカット面が出て、で、まあ、どうしてもカクカクしてるので触っていただくと角があるんですね。で、まあ、引っかかる、あ、これどうしても引っかかるなって思うところは、まあ、エメリーとかでちょっと軽くなじませていただいて、でパッと見ね、こうやってなじませてパッと見分からなければもうこのまんまでいいと思います。このまんまでいいんですけど、もしあ艶がなくなっちゃったなって思ったら、ワイプレストップっていうのを塗っていただいてもいいと思うんですけど、もうちょっと上、この上からまた塗っちゃうと、カット面がねちょっとぼやっとしてしまいますので、なるべくならもうポイントで頑張って削っていただいて、削ってもわからない感じに仕上げていただければと思います。はい、こんな感じです。で、まあもう何でしょう、ブラックで囲ってますからね、これでいいんですけれども、例えば、アートゴールドとかアートシルバーですね、こういったもので最後、囲ったりしていただいて硬化させて、それで拭き取って終わりっていう感じでも綺麗です、引き締まります。はい、そんな感じで、ベースはね今回カラーリキッド使わせていただきましたけれども、普通に一色塗りでも綺麗ですし、結構キラキラ系パールとかねラメとか入ったようなカラーを使っていただいても綺麗ですし、はい、あのベースのアートっていうのは結構楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで宝石カットネイル、私なりの宝石ネイルですね。はい、ぜひやってみてください。ありがとうございました。